目ください。ジョンプ選手が対面飛行となりました。フォーシップインバートでした。あれ飛ばさないの？俺にさ、あそこにさ、あそこ見ねえけどさ、あれ聞かれてる。あれ普通なの？さあ皆さん、次はブルーインパルスから皆様の幸せと平和を願って日本一大きなハートマークを描きます。会場正面上空をご覧ください。5番機、6番機がハートを描いていきます。が描き終わるとすぐさま4番機が矢を貫いていきます。5番機、6番機、そして4番機によりますキューピッドでした。会場正面方向から1番機、2番機、3番機によるラインアブレストロールです。ラインアブレストロールは3機のキーホーが横、ジェルの台形を作り大きく横転を行います。進入してまいりました。会場正面方向にご注目ください。まるで3機のキーホーが1本の芯でつながっているように正確に体型を維持して横転を行っていく様子をご覧ください。次は会場を開いてから5番機による360度水平旋回とそれに続く宙返り360アンドループです。約 900m の円を描くのに要する時間は約20秒。この間パイロットには6倍もの重力加速度がかかっており、呼吸をするのも困難な中で正確に航空機をコントロールします。ここから一気に 1000m の上空まで駆け上がり宙返りを行います。360アンドループでした。続いて海上後方からワイドトゥーデルタループです。この科目は5機の T4 が幅の広い肩型体系で進入し、宙返りを行っている間に小さな肩型体系へと形を変化させるものです。5機は後方から皆様の頭上を通過し、海上正面で宙返りを開始いたします。徐々に感覚を詰め、より重心が高さ
体系へと形を変えていきます。5本のスポークがバランスよく収束していく美しい様子をご覧ください。ワイドトゥーデンタループでした。さて、ここからは6機全機揃って行う科目をご覧いただきましょう。先ほど海上上空を通過した編隊は再び海上正面から侵入してまいります。この間6機は引き続き肩型体系を保ったままであり、パイロットには高度な編隊飛行技術と高い集中力が要求されます。まずは海上正面からデルタロールです。デルタロールとは6機の T4 がデルタ体系を保ったまま大きな横転を行うものです。侵入してまいりました。海上正面やや左手方向をご覧ください。ロッキーによるデルタロールの始まりです。一枚の板のように綺麗な体型を保ったまま横転を行う様子をお楽しみください。